現在話題の選手をカメラが捉えています。前節の4得点を再現できるのか。このシーンはお待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ B 注目のこの一戦、要注目の試合になりそうですね。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。前半が始まります。キックオフです。ここでなんとかボールに寄せてきました。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。キーパーがいいセーブを見せました。ショートコーナーだ。このシュートはブロックされます。シュートはキーパーがセーブ。ここで攻撃を止めます。期待を裏切らない選手といえばやはりこの人でしょう。今日も注目を浴びています。なんとこのゴールでこれまでの得点記録に並びました。福西さん、これは偉業ですよね。はい、ここまでゴールを積み重ねてきた成果です。こうなると記録更新の瞬間にも立ち会ってみたいですね。華麗なパス回しです。来た、先制ゴール。早くもスコアが動きました。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。いいタックルでしたがスローインになりました。ここでボールを失います。おっと、どうした。ボールが出ました。打ってきたぞ。ここはキーパーに任せます。これはチャンスだ。おっと、シュートチャンスを相手に潰されました。ここでボールを失っています。見事なパスカットです。ここは突破を狙う。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。ディフェンダーがうまく読んでいました。ボールを失った。いいところにパスを出しました。いい組み立てを見せていましたがここでボールを失います。
プレスが効いています。これは攻撃のチャンス。味方につなぐこともできます。あっとチャンスです。同点に追いつけるか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ホームチームのボール支配率が落ちています。まあスコアはリードしてますから、それほど気にする必要はないでしょう。ボールを持っていない時間をうまく活かせているようですね。カットします。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。ここでインターセプト。ナイスカットです。いい連携です。このシュートはディフェンスに止められます。ここで決められるか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。強烈なシュートを叩き込みましたね。キーパーはノーチャンスといった様子でした。ボールポゼッションは相手チームです。入れば試合が面白くなる。シュートは大きく横にそれました。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。中に落としたのに誰にも合いません。これはナイスカット。チームを救いました。前半終了のホイッスル。ハーフタイムです。キックオフ。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。素晴らしいボールです。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。ここで選手交代があります。
これは見事に奪いました。今朝さまざまなブログやタブロイド紙を騒がせていたニュースですが、パリ・サンジェルマン、あっとここで裏に抜けそうです。絶好のチャンスもボールを失いました。サイドに空いたスペースを使ってきました。これはチャンスだ。おっとキーパーがボールをこぼした。いい位置でインターセプト。チャンスになるか。見事なスルーパス。得点のチャンスでしたがフィニッシュに持ち込めません。相手ボールになります。ドリブルでボールを運びます。タックルで危機を出しました。ペースがある。決めた。これでついに4点差です。一体誰がこの状況を想像したでしょうか。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。残り時間は30分です。ドリブルで果敢に攻め込みます。このパスは通しません。これはナイスカット。通っていたら危ない場面でした。さあシュートを求める大歓声。止める。止めます。さてここで情報が入ってきました。ジェノアの試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがジェノアに生まれています。現在スコアは1対0、時間は67分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。打つか。決まった。これは見事なボレーシュート。リプレイですね。狙いすましたクロスを中の選手へ送っています。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。ここでなんとかボールに寄せてきました。よく見えています。ディフェンスが素早く対処しました。タッチを割ってスローイン。どうやら交代があるようですね。一旦プレーを止めました。フリーキックです。これはよく見ていた。決まった。キーパーはどこにいたんでしょうか。ゴール前がぽっかり空いています。これは守備側のミスですね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。残り時間は15分です。
かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ドリブルでボールを前へ、ディフェンスの選手がシュートをブロック、ファールの判定です。警告は出るでしょうか。選手がピッチに入ります。さあゴールを狙ってくるのか。観客の期待が高まる。おっとクロスはブロックされました。笛が鳴ってこれはファール。フリーキックは壁に防がれました。さてこの試合もだいぶ終わりが近づいてきました。ホームチームにとっては理想的な展開が続いています。これだけの大量リードを前にして相手チームにできることはほとんどないですよね。さすがにここから逆転されることはないでしょう。チームの強さを嫌というほど見せつけた試合になりました。あとはホイッスルを待つだけですね。このシュートは外れます。これはミスになりました。ボールが外へ出ています。ボールを前へと運んでいきます。ディフェンスが冷静に対応。アディショナルタイムに3分加えられます。ここは縦をつくでしょうか。ここから中へ自分で持ち込みます。このシュートは枠を外れました。完全に決まると思ったんですが狙いすぎたんでしょうか。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。